この間も5800。はい、お願いします。5700円。もう一回。そうですね。あの子はちょっとこの子より短いよ。もう一回見て。はい、じゃあこちら。身体検査しますね。はい、短くするんですか。いや、耳の長さだけ。あ、耳だけね。はい、確かに耳。邪魔だもんね。だけど耳が多いと可愛いんだけどね。反対に言うと。お水がいいのか。ついついちゃいますか。普段の手入れは大変なんですよね。短い方。いや、長い方が。だけど見てくれが可愛いのは、ね、ふわっとしたのが可愛いんだけど、どうしても汚れるから毎日朝晩ぐらいブラッシングしないとそれを維持できないんですよね。で、今日って一般状態どうですか？あ、元気です。やっと1日何グラム食べれますかね、最近。増えてるね。硬い骨を上げてるんですけど、チューニングの。大丈夫？あ、はい。あれするとなんか隠しに行くんですよね。それでまた戻ってきて、私しばらくと隠しに行ったら、向かって来たりして運動になるのと、頭すごい使ってるから、それを一つ上げてるから、ご飯はちょっと少なくしちゃって、30にしてますね。骨が10ぐらいですね。30グラムを2回、はい、で、その骨が10ぐらい、根っこみたいなやつ、はい、10グラム、はい、2回、は1回ですね。これは1回、はい、9.3 です。食べてるのは他にもあります？他にはないです。他にはないですか、はい、じゃあ顔を見せてもらっていいかな。一緒に顔見せて。そういうのいいんですよね。え、考えてなんかやる。ただ、結局考えてやるのがいいんだけど、全体が60、ドライが60じゃないですか。はい、で、そのうち10が、だから全体70のうち10だからさ。大きいですよね。だから、10割る、70割る、10割る、14%。まあ、いいところですね。そこが、だから10から 20% までにしておいてほしいんですよね。うんうん、どうか言いました。ドライってこの子使ってるドライなんですか？あの、こちらで教えて、紹介していただいた、あの、心臓に、心臓関節サポート。あ、そう、それですね。心管サポート。はい、して、ちょっと例にしてもらう位置を。はい、耳の入り口の今日はちょっと気になさせてもらいますね。はい、あの抜くのと一緒にね。はい、口、耳をね。さあ今度奥歯。デンタルケアは1回につき何秒何分できます？そんなに後できないですね。何？どれぐらい？30秒ぐらい？そんな耳の入り口はやらせてくれない。そうなんだ。途中で休憩してもいいからさ、30秒以上はやりたいね。で、あの、デンタルケアやりながらさ、はい、ハンドフィーディング、その、心臓関節サポートは手から食べます？食べます。あ、何粒か用意しといてさ、はい、デンタルケアして嫌がったら一回一粒食べさせて、頑張ろうっつってまた。食べていいんですか？食べていい、食べていいです。食べていいです。人間はだ。そう、あの、そういうご褒美なしでできるようになるまではご褒美どんどん上げてください。で、なんとかね、やっぱ30秒以上やりたいですね。僕らだって30秒じゃ済まないじゃないですか。人間は2分3分でしょ。ワンちゃんも一緒なんですよ。やっぱ2分3分にやりたいんですよ。だからできない長くはできないからさ、まずは30秒を目標に休憩しながらね。で、多分ここと落ちたと様子は違うんだよね。そうですね。これだと割とやらせてくれる方のこの部類に入るんだけど、で、まずは裏側じゃなくて歯の外側ね、の特にこの奥、ここがね、歯垢刺激がつきやすいんです。だから、このここまで入れなあかんだね。で、口は開けちゃうとやりにくいから、口をマズルコントロールして口閉じといて、奥。で、奥ができたら、だんだん前に。ごめんね。ごめんね。
そして最後は歯の裏まではできないね。歯の裏はまあちょっとできないね。まずは外側の表面で、外側の表面ができたら刺繍ポケットと、はい、あとお尻肛門線出るかな。はい、行きます。はい、これ多分一月分ですよね。そうです。まあそれなりに出ますね。はい、じゃあそんなところかな。あと心臓は大丈夫ですかね。心臓調子したのか、ごめんなさい。そうです。心臓と下痢しちゃうから危ない。そうなの？そっか、止めたんだ。でも、エッドはないんですよね。ないと思いますね。からぜきみたいな、吐くような感じのやつは。朝と気になるかな。そう、出るのはね、朝方が出やすいんですよ。ちょっとあるんだよね。でもあのリズムは悪くないんですけどね。呼吸音はまあほぼほぼ正常範囲だと思いますけど、ちょっと震えてるからさ、あのこの調子が沈む。なんかめちゃくちゃ震えてるから、ちょっと調子が沈まない。まあね、来た時必ず聴診器当てます、はい、で心雑音がさ進んでるとかさ、それからお家ではってこういうのを吸うとかね、それからあとはなんか運動不耐性って言ってすぐ疲れちゃう感じがあるんだったら言ってください、そしたらやっぱり薬やった方がいいからさ。いつまでこんなの出てるのに走っていくだったら元気なんですね。まあそうですね、要は若い時に比べてやっぱり明らかに疲れやすくなってくる。運動をするのを嫌がってる。それはもう相当進んでるんですかね、そうなると。ちょっとぐらい心臓悪くなって、結構さ、嬉しければ動いちゃうから、そういうのができんくなってくようだったら言ってほしいですね。その時はもう一回検査して薬をした方がいいかなと。あと目のことに関しても、はい、いいよ、このはい、お願いします。受け止めます。